カーといえばグーさんのお力を借りて車を購入しました。井戸田潤です。いや、購入直後ですよ、アメーター。はい、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。いや、嬉しいよ。こんなにね、納車日和ありますか。もう快晴。雨にね、とにかく一度も濡らしたことのない車ですから、雨降ってほしくなかった。ピーカンでした。願いが通じすぎて倒れそうです。もう汗だくですけど。もう汗だくですけども。ぐったりしてません、うん、あのね、ハンバーグ師匠の YouTube チャンネルとのコラボも撮影してますんで、実質私これもう4本目なんですよ。もうだいぶ焼き上がってます。いや、ただ元気です。やらせてください。今から何しようかなと思ってて、はい、私が購入したのがこちらなんですけども、でこちらはうちのですね、スタッフの山ちゃんの、はい、山ちゃんね、車がです、同じ一緒なんですよね。何が一番違うかというと、伊藤さんいくらで買いました。これは私はもうほぼ原価の400万で購入。ほぼ原価の400万円で買った、はい、ほぼ同じ年式なんですけど、こちらは、うん、まあ、アンダー100万円の車になります。あ、なるほど。見てる方には、うん、まあ、なんでそんな車って高いのっていう人もいるかもしれないですね、うんうん、ちょっと乗り比べていただきます。なるほど。見た目は同じ車だけども、どういう差が出てくるのか。そうです。300万の差がある。はい、その300万の差をね、なんとか説明できたらいいけどもね、うわすごいなぐらいで終わっちゃう可能性あると思うよ。いや、多分そんなに出る。そんなに出る。でも山ちゃんが言ってたもんね、ちょっと10メーター、20メーター走ったぐらいで、うわこれすごいなーって言ってたもんね。そう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 。あれもね、実はあの購入の決め手の一つでもあったんで。これすごいね。すごい。もう分かるでしょ。これすごいかも。乗り比べましょう。まあ、井戸田さんがついに買ったということでですね、うん、あの視聴者さんからコメントが届いております。初めてですよ、まあ、このチャンネルのコメントと向き合うの。皆さんありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。じゃあまず一つね、はい、ソープランドピンクの BMW が見られるとは楽しみにしてます。塗らねえわ。塗らないでしょう。塗らないんですか、これ。この色のままよ。だってこれ何の手も加えてないんだから。これにピンク塗ってごらん。あのイギリスの会長が怒鳴り込んでくる。間違いないです、うん、じゃあ続いて、はいはい、何も知らない井戸田にはもったいないな。うるせえな。大きなお世話だよ。どうせ雨でも雪でも自慢しに走って壊すのがオチだろ。壊さないよ。雨では走るけどね、雪では走りません。もちろん大事にしますよ。日本でね、雨で無駄なさっていうのは、はい、難しいものがありますから。車ってね、やっぱ大切に保管するものじゃないと思うんですよ。大切に乗るもんだと思ってますんで。確かに。じゃあ続いて、まだあります。何だ。ピンクにオールペンしようよ。しないよ。いや、最初の質問と被ってんの。1個でいいんだよ、ピンクの質問。330の右ハンドルの MT なんて絶対に手に入らない素晴らしいチョイスです。おー、いいね。値段では高いですが、はい、オーナーの満足では330だと思います。なるほどね。温かいコメントです。 M3 よりも、うん、330の方が素晴らしいチョイスだと。それは本当にそういうコメント書き込んでくれるってことは本当に知ってますね、このことね。そうそうそう。もういいですか。じゃ続いて、まだいきます。いいですか、はいはい、世間の相場とか関係なしに、うん、本人が気持ちを注げる車が、うん、その人にとっての名車だと思います。そうだね。どうか末永く愛してあげてください。うん、ありがとうございます。母親目線のコメントですね。そういう目で見てるってことですよね。そっか、大切にします。で普段使いの環境下では、はい、プラスチック製品が劣化しますので、うん、コンディション維持には注意して可愛がってあげてくださいねと勧められています。どういう風にしたらいいんだろうか。やっぱり、ね、プラスチックの部品ってどうしたらいいの。やっぱり、使ってるとやっぱ樹脂がどんどん劣化していくんで、うんうん、なるべくこう日焼けとか、そ う,、ね、まあ、そういったものをさせないようにという。炎天下での駐車、長時間の駐車はやめときます。そうですね、はい、TMC 禁止。TMC 外だからな。でも TMC こそ車で行きたいのよ。そうなのけど TMC 禁止。禁止、うん、まさか。じゃあ TMC はじゃあバイクで行く。伊藤さんすごい。一度も濡らしたことがない車を汚さない自分はこんな車には乗れません、うん、プレッシャーじゃないのかな、すごいなっていうコメント。
いや、それ言われるとよりプレッシャーなんじゃあ早速なんですけど、はい、見た目から見比べて、うん、違いをちょっと確認してみたいと思います、はい、見た目は一緒ですよね、顔つきとか。お互い後期だもんね。18年経ってますから。そうだね。そうなるとやっぱそれなりに傷んでくるところとかって結構あって、例えばこのエンブレムとか、うん、浮いてるね。そうなんですよ、エアが入っちゃってるわ、うん、でやっぱこっちを見ると。入ってないのよ。なんて言っても雨に一度も濡れてないから、ね、大きな見た目の違いで言うとこのホイール、はい、ホイールね。このホイールは純正？純正です。でサイズも違いますよね。あとホイールの形状もさ、細かくてさ、かっこいいよね。やっぱこういう奥とかがあのブレーキダストで実は汚れてくるんですけど、本当だ、相当綺麗ですよ。シート見てください。あら、ちょっと出ちゃってますね。シュータンの CM の人形みたいな感じどうですか、シートも破れてます？一切破れてない。すごい滑らか。あの新車っぽい匂いがするんですよ、まだ。まあ、あのなんかクリーニングしてくれてるからですけどね、もちろんね。これが綺麗だよ、この辺の中身とかもさ。そうですね、マニュアルっていうのがとにかくかっこいいね。うん、かっこいいですよね。俺50近くになってまたマニュアル乗るとは思わなかったじゃあ早速、はい、じゃあ続いて乗り比べて。わかりました。まずはマニュアルと言いたいところですが、あちらからいきますか。まあそうだよねそりゃそうだと思う、はい、じゃあまず山ちゃんの車に乗ってここぐるりしましょうか。はい、オープンカーいいね、この炎天下にさ最高ですよ。まあでもパッと見乗った感じどうですか？視認性もすごくいいし、音はちょっと太めで、やっぱ BM っぽく、なんかさすがちょっと固めだよね。うん、そうかもしれないですね。あのやっぱり18年も経ってる車なんで、あのそれなりにいろんなところはやられてるところはあると思うんですけど、うん、まあ、まずね、一旦この車を乗っていただくっていうことが今回の趣旨なんでね。でもさ、この車がさ、市場で100万以下で買えると思ったら安いよね。そうですよね。あ、いいね、反応が早い。ちょっと2周ほど行きましょう。あ、早い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 。お疲れ様です。いい車ですよ。視認性もすごく良くて、まあハンドルの操作性もいいし、吹き上がりがやっぱ早い。ちょっとスポーツカーっぽい感じするね、やっぱエンジンの良さが。うん、だからこの山ちゃんの車も非常に乗り心地も最高ですし、吹き上がりもいいし、その体感したいい車がこっちになるとプラス300万なんで、どれぐらいの差が出るのか乗ってみてもらえれば、まあそこが多分違いがね、あの分かると思う。乗るよ、俺のなんだからその前一つだけですか？なんですか？あと乗られてないですけど、うん、その GoPro つけていいですか？ダメだよ。ええ、早々で申し訳ないんですけど GoPro？ あれ、ガム手で貼るんでしょ？GoPro つけたことない車よ、これ。雨にも濡れてない。雨にも濡れてないのに GoPro つけるの？頼むよ。はい、じゃないの。ちゃんと養生して、うん、その上にあのあれしないようにしてやりました。うん、まあ分かりました。大丈夫ですか？ちょっとね、緊張します緊張しますね、はい、僕も緊張します。購入オーナー一発目の初ドライブということで参りましょう。うわー、来たねー。もう圧倒的にこの辺がめちゃくちゃ綺麗ですよ。綺麗、インパネ周りも綺麗だし、ここボードもサイドボードの方も綺麗だし、なんかこう見てる雰囲気がやっぱ新車っぽいですね、うん、そうだね。あー早いな。うわー、つなぎ滑らか。うわ、エンブレもいい。整備がすごいんだろうな。本当、エンジンも気持ちづらいし、何よりもこの足回りとあのボディも、うん、すごくいいですよ。走るね。
うぅ、これ本当に18年前ねえ、すごいよ。わかります、やっぱりわかる。さっきの山ちゃんのやつよりもう全然雲泥の差だね、うん、隣に乗ってても分かります。比べ物にならないぐらい乗り心地がめちゃくちゃいいんですけど、安定性がいいね、うん、マニュアルで行くわけだからね、これから。そうですよ、マニュアルの男になるわけですから、マニュアルの男ってなんかあれ響きよくないねマニュアルの男ですから言われた通りしかできないやつみたいな。あー、動いちゃった、これ濡らしたことがないってことは、ワイパー動かしたことがなかったかもしれないのにどうですか、もうはっきり言っていいですか、運転の差です。本当に、はい、何が違う。滑らかで乗り心地がこっちのか、まあ、ちょっとこっちにサス変えてるのもあるかもしれないけど、その振動がねドドドドドっていうのはあんま来ないです。あとギアを変えた時に突っかかえるものが一つもないから、すごいギアチェンジも滑らかに。別の車ですね、同じ形してますけどこれ別の車です。もうそうですね、うん、もう本当に多分ボディ剛性とその足回りだと思うんですけど、とにかく静かだし、うん、とにかく滑らかだし、普通はこっち17インチこっち18インチだったら、まあ、こっちの方が硬くなるじゃないですか、ね、普通なのにこっちの方が全然乗り心地もいいですね、うん、確かに、うん、そうですね、普通にそうだね、ホイールのインチでかいから乗り心地悪くなるはずなんだけど、そうすごいですよ、すごい。あと走りも楽しいです、最高の車。100万円と400万円300万円のさ乗り心地ではっきり分かりました。でやっぱその18年経っている車、まあ、別に決してこっちが悪いわけではないと思うんですけど、なんせすごいいいですよね、本当に。直力のミッションっていうのはいいね、いいです。僕も欲しくなりました。なんで僕に売っていただけませんか。ダメだよ、800万ならいいよ売るんだ、そんなやってません売るんだ、やばいやばいやばいそれということで、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。オーナーズクラブ、こちらの方からプレゼントしたいということで。何何何何何何何なの何、はい、よろしく。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってこちらがですね、白ガブオーナーズクラブのね、最悪 T シャツになりますんで、メンバーがあのさ、いいんだよ、はい、まあ、T シャツ、オーナーズクラブの T シャツ、これまあなんかデザインも可愛いし、いいんだよ、はい、渡し方なので渡し方え、なんかおかしいとこありますか。白髪のおっさんが直で来てたろいや、希少な T シャツなんですよ。こんなもう汗びしょびしょであのオーナーズクラブの方々楽しみにしてるんですけど、今日納車記念ということで。納車記念は分かるよ、 T シャツプレゼントも嬉しいよ一つだけ渡し方怖いな、残念だな、気持ちよく返さないねということで、ビニールに入った新品よこせということで、はい、ということで、こちらの方はちゃんと新品をですね用意していただいて、お渡しいたしますので、受け取っていただけますかね。それは受け取るよ今は気持ちだけ受け取った、これはいらない